生涯収支マイナス3億円くんです。本当です。ええー、明日ですね。中山記念。開催されるということで。ええー、ちょっと本気の競馬予想していきたいなと思います。はいえ。テレディスニー。僕は本気で予想するんですけども。いかんせん僕は、生涯収支マイナス3億円くんなんで、 来ません僕が買わんかったら苦しい買ったら来ませんなんですけどもえー、えええ予想は本気でやりたいということではいちょっと中山記念の本命発表したいと思います <laughs> 中山記念の 本命は、4番ジオグリフ。ディスニー。はい。4番ジオグリフです。で、ね、えー、毎年一戦0ローマが集まる中山記念、今年も楽しみなメンバーが集まりました。よろしくお願いします。はい。 えぇ、ー、サツキつ賞制し、えー、ダービー、喫花賞でも前戦者、ソウルオリエンス。ね、えぇ、ー、4連勝からのマイルチャンピオンシップで、G1 でも十分通用することを示した、エルトンバローズ。ね、えー、過去2度、このレースを制した、ヒシーグアスなど、うん、展開次第では、どの馬が来てもおかしくはない、ということなんですけども、えー、データ見てみるとですね、 過去10年の3連単平均配当は6万830円と、えー、トリッキーなコースの割に大荒れは少ないと、えー。しかし、今回は現時点で7番人気のジオグリフを押します。はい。これまであの、サツキショー買って以降は馬券に絡んでおらずですね。はい。金利層はダートで大敗していて迷宮入りしそうな状態なんですよ。 しかし、今回の中山競馬場は、イクイノックス、ドウデュースを破った舞台で、復活するならここしかないと思ってます。はい。えー、サツキチョの走りを見る限り、ま、中山が一番向いてると感じるんですが、サツキショー以降は中山を一度も使ってないんですよね。はい。まだ5歳と若いですし、開幕週とはいえ、 雨が続いた日曜日の馬場はこの馬に味方しそうだということで、えー、得意の舞台で展開が向けばチャンスは大いにあると思います。はい。ちょっとね、おつがね、今7番人気ですが、ちょっとどうこっからなっていくかわかりませんが。展開予想なんですけども、スタートして、7番、胴舟、12番、ボーンディスウェイ、15番、テイオシリウスが花争いをするが、 低用シリウスが大外から花を取り切ると。はい。えー、番手争いはドーブネ、銅ネボーンディスウェイに加えて、2番ソーバリアンと、8番マテンロースカイ、9番エルトンバローズ、14番エイアンが争うが、ここは銅ネが番手を取ると。えー、先行集団少し後ろに、4番ジオグリフ、5番ヒシーグワス、13番マイネル・クリソーラが追走。 中段から後方にかけては、1番、レッドモンレイブー、3番、ソウルオーリエンス、6番、イルシブパンサー、10番、ラーグルフ、11番、タイムトゥーヘブン、16番、ホーオリアリティが足を溜めると。えー、スタート直後のポジション争いで若干バタつくが、1コーナー曲がるあたりで落ち着き、道中はミドルペースと予想します。 最後コーナー、中間地点から、後方各馬のペースが一気に上がりまくり体制に入ると。ね。帝王シリウス、胴舟が並んで直線に入るが、先行集団も差を縮め、かなり広がった状態で直線に入ります。はい。残り300メートル。えー、先頭は帝王シリウス、銅舟、えー、少し後方馬場の真ん中からは、ジオグリフ、ヒシグアス、エルトンバローズが差を詰めると。外からは、AI。 マテンロースカイが足を伸ばす。残り200メートル。銅船が単独戦闘に立ち、粘り込みを図るが、ジオグリフ、ヒシーグアス、エルトンバローズにムチが入り加速する。はい。後方の大外から3番ソウルオリエンス、10番ラーグルフが猛追して戦闘手段を絶えにかかります。はい。残り100メートル。いった。 ジオグリフ、エルトンバローズが、道船を捉えて戦闘を入れ替わる。大外から、ソウルオリエンス、ラーグルフも追い上げ、激しい叩き合いになる。<coughs> えー、最後は、わずかに抜け出したジオグリフが1着と。えー、2着争いは、エルトンバローズ、ソウルオリエンス、ラーグルフが並んでゴール。という展開予想でございます。えーね、今回もね、えー、しっかりやりました。 展開予想。どうでしょうかこれね。うん。まあ、理想っちゃ理想ですし、ただやっぱりジオグリフ期待できるんじゃないかということで1着で駆け抜けてほしいですね。ハイとーつきますからね。え、買い目なんですけども、賢い買い方もさせていただきます。3連単。フォーメーション。1着4。9。2着。3。4。5。9。10。3着。 1,2,3,4,5,7,9,10! 1計48点でいきたいと思います。はい。今回も、こういう感じの3連打にしまして、えー、1着が、ジオグリフ。と、もう1等ね。だから、ジオグリフが、えー、来なくても、成立するという買い方ですね。はい。4と9からいきました。どうでしょうか。えー、以上です。 いや、最近ね、あの、ちょっと、まあ、X でもポストしてますが、あの、ちょっと、本命場が14着とか最下位とか、ゲート開かんとかが続いて、ちょっと、まあ、ま、あなんか、全盛期みたいになってるんで、まるで。面白くなってしまってるんで、ちょっとここはね、しっかり当てていきたい。あとは、あの、うん、すいません、言い忘れずに言うと、鳥紙が2点ぐらいあります、今回も。まあ、でも、それちょっとこ、こ、ここギリ、 これ以上削られへんかなーって。もう取り紙はちょっと見積もっていただきまして。えー、あと、多分俺、仕様変わって以来かなあの今、人生で初めてスムーズに X でポストしたんですけどって言えました。俺絶対もうツイッターか、 ツイートか、どっちかはね、そう昔の言い方で言ってしまってたんですけど、今、人生で初めてスムーズに、あの、X でポストしてたんですけど、って言いました。どうはずない大丈夫あ、ね、ちょっとあの、体調も最悪ということで、これすごいですね。うん。今、歯はましやけど、歯もまた痛むからね、数日後、歯医者行ってまた。あーね、まあ、鼻とね、喉も最悪で。 で、しまいに頭勝ち割れそうにたいです。あと昨日吐きました。びっくりしてます、ほんまに。体終わりです。ほんで、スケジュールエグいです、今週。まあ、でも、えー、なんやっけ、スケジュールエグいです、ほんまに。えー、俺が決めたこと。っていう、えー、昨日、ぽろっとなんかマネージャーの前で、うん、言ってしまって、いや、スケジュールエグい。でも、スケジュールみたいな結構、その、俺がやりたいこととか。 おそういう仕事に満ち溢れてたんだよ。俺が決めたことを。マネージャーの前で訂正しました。はい。これ大変受けましたね。えー、というわけで、何の話やねえー、長山紀念、ね、頑張っていきたいと思います。あ,あ、えー、うん締め方だっけ嬉しい。